どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスがですね、なんと、バイマイル 100% ボーナスマイルキャンペーンをね、期間限定で開始しましたので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいと思います。で今回ね 100% ということですんで、条件はあるんですけども、購入したね、マイレージがそのまま倍になるっていうキャンペーンなんで、前回が、75% だったと思いますんで、今回またね 100% となりましたんで、個人的にはねかなりおすすめっていう風になっております。ユナイテッド航空のマイレージプラスの、一番の強みなんですけども、先日ね、動画で解説させていただいてたんですけども、少しね必要マイル数がね増えたんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスを、利用して、同じスターアライアンスの ANA の、特典航空券を発券することができるんですよね。ユナイテッド航空で取った ANA の国内の特典航空券が、かなりおすすめ。というのも ANA マイルで取るよりこのユナイテッド航空で、特典航空券を取った方が必要マイル数が少ないんですよね、単純に。ですのでこのユナイテッド航空のね、マイレージは、日本に住んでる方もね、かなり人気なマイレージサービスになってるわけなんですよね。でこのバイマイルっていう行為、マイルを購入する行為ですよね。日本の ANA とか JAL マイルとかね、こういう直接的なね、マイルの購入っていうのは、できないんですよね。厳密にはですね、直接はできないんですけども、やる方法ってのは、あるんですよね。で、私の動画の解説でね、出しておりますので、そちらね、詳しいところはね、そちら見ていただけたらなと思うんですけども、サイバーエージェントが運営しているアメーバブログとかね、運営しているドットマネーというポイントサイト、あちらでね 100% 案件をそのまま 100% で購入して、そのままそれをねマイルに交換して間接的にマイルを購入するみたいなね、そういう方法はあるんですけども、直接ね購入するっていうことはできないようになっております。それではですね、まずユナイテッド航空についてなんですけども、ユナイテッド航空の特典航空券はですね、誰でも発券することができるんですよね。ANA マイル、JAL マイルのように、親族じゃないと発券できないっていうことがなくてですね、友人の方にでもね、発券することが可能です。今回の、バイマイルする、このマイルですね、マイル自体に、有効期限がありません。ですので、購入してね、何年経ったら失効するみたいなね、ANA マイル、JAL マイルではありますけども、このユナイテッド航空ではマイルの有効期限はありません。ユナイテッド航空の、マイレージプラスの ANA の国内の特典航空券を発券した場合のね、必要マイル数なんですけども、羽田、福岡とかね、羽田、札幌、大阪、那覇、大阪、札幌、距離にして800マイル以内の区間は、5000マイルで移動することができます。で先日のねマイレージプラスの解約の動画をね、出させていただきましたけども、今現時点ね ANA の便は、5500マイルっていう風になっておりまして、これエアードゥとかね ANA ウィングとかだと、今も5000マイルで発券することができるんですけども、この ANA の便だけ、5500マイルっていう風になっております。で、距離で、羽田那覇とかのね、距離でいう801マイル以上の区間は、8000マイルっていう風になっております。先ほど同様 ANA の便だと、9000マイルから発券することが可能です。で特にねおすすめしたい拠点の方はですね、伊丹空港が、メインの方、伊丹空港がメインで、利用されている方は伊丹から那覇、伊丹から札幌、これ全部ね5000マイルで行ける、エリアなんですよね。ですんで伊丹空港をねメインにされている方はですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはね、かなりね利用しやすくてねいいんですよね。ですんで国内ね、基本的な場所はですね全て5000マイル、もしくは ANA 便だったらね5500マイルからね行くことができるんですよね。これかなりすごいですよね。でこのユナイテッド航空のマイレージプラスのね面白いところはもう2つありまして、経由便っていうのもねできるんですよね。選択することができるんで、羽田札幌に行くような旅行の場合にフライトを検索していただくと、下の方にねずーっと
と言っていただくと経由便が出てくるんですよね。ですので羽田、大阪、札幌とかね、まあ、こんなような便が出てきて、でこれはね乗り継ぎ時間も結構ね長いと本当に20時間とかね離れたりみたいなのね出たりもしますんで、まあ、そうなってくるとね、まあ、羽田、札幌のまあ旅行なんですけども、途中で大阪でね一晩遊ぶなんてこともできますんで、まあ、一つの旅行でまあ二つの場所で楽しめたりとかね、まあ、その空港のまあラウンジを利用できたりとかね、まあ、そういう楽しみ方もできますんで、このマイレージプラスのねおすすめの発見の仕方っていう感じでねあるんですよね。でプラスですね、これなぜかわかんないんですけども、ANA の普通の特典航空券で、発券できない区間、まあ、半年以上先の国内の特典航空券で発券できないんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスだと、なぜかねできるんですよね、うん、これはなぜできるのかわかんないですけども、まあ、できますってことだけね、まあ、覚えておいていただけたらなと思います。まあ、先の予定がね利用する際に、まあ、発券できるっていうのね、まあ、楽ですよね。で次に、特典航空券の発券から搭乗までが30日以内だとね緊急発券手数料っていうものがかかるようになっておりまして、まあ、先ほど言ったね5000マイル5500マイル区間がありますけども、そこにねそのまま3500マイルドンって乗ってきてしまいますんで、まあ、こちらはね注意していただけたらなと思います。で変更キャンセルなんですけども、搭乗日から60日以上前なら75ドル、搭乗から60日以内なら、125ドル、発券から24時間以内は無料というふうになっておりますので、発券される際はですねこの点はねよく注意して発券していただけたらなと思います。でさらに、国際線利用者はですねこのユナイテッド航空の場合、燃油サーサージはありません。で、ユナイテッド航空のね全体的な注意点としては、ANA のね国内の特典航空券を発券するのはすごいね必要マイル数も少なくて、まあ、おすすめなんですけども、ユナイテッド航空の国際線の便っていうのは一気に必要マイル数が上がりますんで、その点は注意していただきたいのと、 ANA の場合は、まあ、基本的に往復で、特典航空券っていうのはね国際線を発券するようになってまして、東京ニューヨークの場合は、エコノミークラスだと、まあ、4万マイルぐらいからね利用することができるんですけども、4万マイルで発券したら、まあ、往復なんですよね。ですけどもこのユナイテッド航空のマイレージプラスは、まあ、仮に東京ニューヨークね、ビジネスクラスを発券すると片道で8万8千マイルかかるんですよね。ですので、まあ、こういう感じで、まあ、ANA マイルからすると、まあ、このユナイテッド航空の国際線に関しては、まあ、基本的にね倍ぐらいの、ね、マイルがかかってきますんで、その点はね注意してくださいね。ですので、まあ、基本的には、まあ、国際線を利用するっていうよりかは国内線のね、利用が、まあ、メインになってくるかなと思います。まあ、もちろんねユナイテッド航空のビジネスクラスに乗ってみたいっていう方の希望があるようであれば、まあ、ANA マイルを貯めてね ANA の提携特典航空券でユナイテッド航空のねビジネスクラスに乗った方が、まあ、個人的にはね必要マイル数が下がりますんで、まあ、そっちを利用した方がいいっていう感じになります。ちょっとね前置きが長くなってしまいましたけども、今回のキャンペーンの概要ですね、期間が2020年の5月15日、13時59分までっていう風になってますんで、今からですと、本当にね、1週間ちょっとぐらいなんで、もしね購入される方はですね早めの決断をねしていただけたらなと思います。でこの購入した、マイル付与時期なんですけども、まあ、購入してが日からね48時間以内に付与されるというふうになっておりますんで覚えておいてください。でこのボーナスマイルについてなんですけども、冒頭で言ったようにね条件がありまして、購入するマイルの額に対してこれ何パーセントっていうボーナスマイルがつくようになっておりまして、2000マイルから4000マイルだとありません。5000マイルから1万4000マイルで 30%、1万5000マイルから3万9000マイルでボーナス 50%、4万マイルから8万7500マイル購入で 100% ボーナスがつくっていう風になってますんで、まあ、これ 100% ボーナスをね狙っていきたいのであれば、間違いなく4万マイル以上ね購入するようにしてくださいね。で、仮にねこちら4万マイルを購入した場合なんですけども、こんな感じで4万マイルで、100% のボーナス
スマイルがつきますんで、合計で8万マイルっていうになりまして、合計の金額が15万9196円というふうになっておりますんで、こちらマイル単価っていうふうな感じで見ると、4万マイルね、購入した場合、マイル単価は 1.98 というふうになっておりますんで、まあ一般的にはね、マイル単価はまあ2円ぐらいっていうふうに言われてるんで、まあ2円を切ってるんでね、まあ一応お得っていうふうになっておりますかね。ANA のね、国内特典航空券を利用するっていうのでね、仮定すると、まあこちらね、4万マイル購入で、ボーナスマイルで8万マイルになるっていう感じになるんで、東京、福岡がね、札幌とかがね、利用する場合、まあ5000マイルでね、発券することができれば、1人なら8往復、ご夫婦とかね、2人で旅行しても4往復っていう風に利用ができますんで、まあ、ご夫婦ね、旅行して、まあ、4往復分の、航空券が、まあ、16万円で発券できるっていう感じなんで、まあ、価格帯的にはね、かなりいい方なんじゃないのかなと思いました。仮にですね、東京から、札幌の往復のチケットをね、今年の10月の週末でね、検索させていただいて、まあ、最安値でね、検索すると、2人で、まあ、52,840 円っていう風になってますんで、まあ、これを単純にね、4回利用すればね、まあ、20万円超えてきますんで、4万マイルね、購入した方はね、確実にまあ安くは済みますので、おすすめっていう風になっているのと、このユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、有効金がありませんので、まあ、今回の 100% ボーナスで購入したとしても、いつ利用するかはね、いつでも大丈夫っていう風になってますんで、購入したマイルがね、失効したりしないんで、まあ、長い目で利用できるっていう意味で考えれば、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、最後になんですけども、こちらね、ユナイテッド航空の公式サイトにも書かれていることなんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスは、アメリカ版のポイントサイトっていうものがありまして、こちらトップキャッシュバックっていうのが あるんですよね。で、こちらを、経由してね、このバイマイルっていうのを、するとですね、2.5% の還元が受けれるんですよね。で、今回仮にこの159,196 円っていうね、4万マイル分ですね、購入する金額だと、だいたいね、3,979 円分ね、ポイントバックが受けられるっていう風になってますんで、結構大きいですよね。で、こちらは、ペイパルとかでね、経由して現金でね、振り込むこともできますので、もしね、購入される際は、ぜひね、利用するようにしてくださいね。このトップキャッシュバックの使い方に関しては、まあ、こちらね、ログインしていただいて、右上に検索バーがありますんで、そこで、point.com って入力していただくと、ユナイテッド航空ね、出てきますんで、私のやった感じだとね、そんな難しくなかったので、やってみればね、誰でもわかるかなと思いますんで、たかが 2.5% ってなっておりますけども、まあ、こちらね、4万マイル購入するのであれば、まあ、4000円ぐらいもね、戻ってきますんで、こちらペイパルのね、手数料が、まあ、2250円ぐらい取られるんですけども、まあ、これを入れたとしてもね、3500円ぐらいね、手元に戻ってきますんで、アメリカのね、ポイントサイトで、ちょっとね、利用しづらいっていう部分あるかもしれないんですけども、そこはね、頑張って、ね、やってみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はユナイテッド航空のマイレージプラス、ボーナスマイル 100% ボーナスをね、キャンペーン、紹介させていただきましたけども、ちょっとね、今この自粛の時期で、まあ、いつ利用できるかね、まあ、わかりませんけども、キャンペーンはね、来ておりますんで、まあ、今後ね、利用される予定があるっていう方はですね、まあ、100% ボーナスですからね、個人的にはかなりおすすめっていう風になっておりますんで、ぜひね、検討していただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。